ブールサンモーリスは、オーベルニュローヌアルプチー圏県サボア県のコミューン。ブルーサンモーリスは、ローマの集落のベルギントルムとして成立し、アルペスポエニナへのガリア側に位置した。ローマ街道の皇帝表、アウトニネティネラィーには、メディオラヌムとルグドヌムを結ぶ街道の途中として記されていた。後に町は、ローマ時代、三世紀キリスト教を信仰し仲間と共に、 殉教した将軍制モーリスにちなみ、ストリート・マウリチューと名付けられている。コミューン名に含まれるブールは15世紀に現れた。その後、フランスの軍隊が獲得すると1794年からは、ナジサードと呼ばれるようになる。1815年ウィーン会議により、サルデーニャ王国に戻ると、救命が保たれた。1861年にブルーサン・モーリスは、最終的に、 フランスのものとなっている。1960年代、レイコールザルクでスキーリゾートの拡大が始まり、経済的に上向き始めた。1962年以来、第7アルペン両兵大隊が駐屯している。2011年に部隊の再編が行われ、2000人の隊員やその家族などがブールサンモーリスから移っている。コミューンの経済は観光開発や、 第7アルペン両兵部隊の中屯により力強く第三次産業が支配的である。国際的なカヌー大会などが催されたり、ヨーロッパでは最も有名な長距離のウォーキングトライアルコースであるツアージュモンブランがコミューン内に属する氷河の峡谷沿いを通っている。ブルーサン・モーリスはイズラン峠やロゼロン峠などの起点である。 国道90号線がコミューン内を経由しており、この道路はアルベールビルやグルノーブルを結んでいる。鉄道ではフランス国鉄の駅があり、スキーシーズンなどにはロンドンやブリュッセルなどからブルーサンモーリスにスキー客を乗せた TGV やユーロスターが臨時でやってくる。ケーブルカーはハイシーズンの12月から4月と7月から8月にレイコールザルクトを結んでいる。 1987年にカヌースラローム世界選手権が開催された。ありがとうございます。